サニー・リンサは、カナダのプロレスラー。ブリティッシュコロンビア州、アボッツフォード出身。WWE に赤無のリングネームで所属。幼少時代より父であるブータ・ディンサのコーチを受けて、レスリングに打ち込む。2008年7月11日、エルサルバドル・サンサルバドルにて行われたパンアメリカン選手権にて、カデット部門フリースタイル 100kg 級で優勝を果たす。2010年7月23日、ハンガリー・ブダペストにて行われた世界ジュニア選手権にて、フリースタイル 120kg 級で14位という結果に終わる。また、この大会では後に新日本プロレスに所属する岡智之が出場していた。2011年7月30日、ルーマニア・ブカレストにて行われた世界ジュニア選手権にて、フリースタイル 120kg 級で11位という結果に終わる。8月6日、オーストラリアメルボルンにて行われたコモンウェルス選手権にてグレコローマン 120kg 級で3位、フリースタイル 120kg 級で優勝と活躍。2012年、ブリティッシュコロンビア州バーナビーに所在するサイモン・フレイザー大学にてロースター入り。3月23日、フロリダ州キシミーにて行われたオリンピック選考会に出場。グレコローマン 120kg 級で5位という結果に終わる。2013年9月6日、フランスニースにて行われたジュデラ・フロンコホニーにてフリースタイル 120kg 級で優勝と活躍。11月29日、フランスニースにて行われたヘンリ・ディグロンチャレンジにてフリースタイル 120kg 級で優勝。NXT2014 年10月、アメリカのメジャープロレス団体である WWE とディベロップメント契約を交わし入団。トレーニング施設である WWE パフォーマンスセンターにてプロレスの基礎を学ぶ。2015年4月4日、傘下団体である NXT の NXT ライブにてバトルロイヤルでプロレスラーデビューを果たす。10月29日、WWE の傘下団体である NXT の NXT ライブにて、ギジム・セルマーにラブプリート・サンガと共に登場し、セグメントを行った。11月7日、NXT ライブにて、エンツォ・アモーレと対戦するが敗戦。2016年2月、ギジム・セルマーニとオーサーズ・オブ・ペインなるタッグチームを結成。同月12日、NXT ライブにて、セルマーニと組んで、ハイブブロスと対戦するが敗戦。6月8日、NXT テイクオーバーザエンドにて、ザリバイバル vs アメリカンアルファの NXT タッグ王座戦の試合後、敗戦したアメリカンアルファに対して、セルマーニと共に乱入して襲撃。バックステージより、ポール・エラリングが現れると観客からのフーアレユー、ちゃんとが起こる中で3人で悠然と、並び立ちアピールしてみせた。8月24日、NXT にて、リングネームを赤無に変更。TM61 と対戦。最後にラストチャプターを決めて勝利した。10月5日、NXT にて開始した、ダスティローデスタッグトーナメントクラシックに出場。順当に勝ち進み、11月19日、テイクオーバートロントにて決勝で、TM61 と対戦。エラリングが介入しないように、ケージボックスに入れられ、空中へと吊らされ試合を開始すると場外での攻防へと展開。TM61 の合体技に苦しむが最後に、シェインソーにスパインバスターからラストチャプターを決めて勝利。優勝を飾った。2017年1月28日、テイクオーバーサンアントニオにて、NXT 王座を保持する DIY に挑戦。関節技と合体技を駆使する DIY に苦戦し、終盤には自身はチャンパのアームバー、レーザーはガルガノエスケープを極められ、窮地に陥るが、レーザーがガルガノを無理やり持ち上げると、チャンパに落とし難を逃れる。最後に、チャンパにラストチャプターを決めて勝利。ベルトを奪取した。WWE2018 年4月9日、WWE RAW にて、オーサーズ・オブ・ペインとして昇格。スレーター&ライノと対戦。試合開始直後に、スレーターを攻めると最後にラストチャプターを決めて、秒殺勝利。試合後、共に引き上げようとしたエラリングを制止すると二人で勝ち名乗りを上げた。11月5日、RAW にて WWE ロータッグ王者であるセス・ロリンズがパートナーであるディーン・アンブローズとタッグを解消したことになり、代理 GM であるバロン・コービンによりハンディキャップマッチでの王座戦の相手として指名を受け挑戦。抗うロリンズに対して終盤にレーザーがパワーボムを決めると最後に合体式となるネックブリーカーとシットアウトパワーボムへとつなげて勝利。ベルトを奪取した。ありがとうございます。